まったく兄貴たちも甘いよね。スマホが壊れたくらいで新しいの買ってあげることないのに。元はといえばてめえのせいだろうが。お猿さんの言葉わかんない。だどこら、てかなんで俺の買い物についてきてんだよ。はあ、付き合ってあげてるんでしょ。腐るやつどもにお知らせで、パラドックスライブステージバトルドーソン戦、熱い勝負を制したのはザ・ガッツ・ウェスト。初の白星を挙げた。これでレイと TCW は一勝一敗だね。うん、僕たちは第2戦で TCW に勝ってるから、まだ一勝も挙げてないのはコズメズだけか。じゃ次コズメズとやるの俺たちじゃね。ここで負けたら後がね。あいつらガチで勝負かけてくるよな。だね。でも俺たちは負けない。おうよ、俺ら泣く子も黙る。追跡組だもん。だな。因縁つけてんじゃねえぞこのガキ。てめえの弟なんか知るかよ。俺と同じ顔したやつだよ。てめえらがなんかしたんじゃねえのか。ああ、どっかで見たと思ったらこないだスラムでのしたガキか。おいてめえら。あ、そんなひょろいやつに2対1とか卑怯だろうが。そこちょうどむしゃくしゃしてたとこだ。助け出しするぜ。ああ、ざけてんじゃねえぞ。よっしゃ行くぜこら。喧嘩はダメ。邪魔すんな。どう見たって弱いもいじめだろうが。必要のない暴力は使わない。兄貴たちと約束したよね。北斎。なんだよ。やんのか。嘘だろ。怪我したくなければ帰って。くだらねえ、行くぞ。かっこいい北斎。誰かさんとは大違いだね。おい大丈夫かお前。あれ君、コズメズの彼方。ほら、冷やしとけ。どうも。でさ、なんであんな奴らに絡まれてたの？何か困っていることがあるなら、力になるよ。あ、そういえば、ナユタは？